宮城。这人怎么在这啊？川原君、どうしてここ。他该不会是在路上看到奶奶了吧？いきなり、何を。どういうことだ。どういう。とぼけるな。クルスがいなくなったってのはどういうことだって聞いてるんだ。真的生气气了。哦，原来啊，说你消息还挺灵通的嘛。どうしてそれを。啊，会不会是因为电话打不通啊？还是你又直接冲去人家家里了？さっきお前の家に。そんなことはどうだっていい。我靠！それより、クルスはどこへ行ったんだ？你真的又直接冲到别人家里了？宮代、お前、この前俺が言ったことを覚えてるよな？今度クルスに何かあったらただじゃおかない。そう言ったよな。忘れたとは言わせねえぞ。川原君には関係ないだろう。なんだと？これは僕たち家族の問題だ。君には関係。难怪没有女朋友。ふざけんな！何が家族だ？関係ない？俺に言わせりゃ関係ないのはお前の方だ！虽然只知道川原是在泄恨，但我不得不说，打得好啊！多打一点啊！お前なんかより、お前よりも、俺の方がクルスとの時間はずっと長いんだよ。それを後から来て、気を引くような真似しやがって！等等。虽然动机不太对，但打得好啊！お前みたいなやつと家族、笑わせんな。クルスはな、同情でしょうがなしにお前のことを弟だって言ってただけなんだよ。それを調子に乗りやがって。何が関係ないだ。说，其实我也蛮想看川原，如果知道他喜欢的人是他一直痛恨的人，会不会玻璃心碎满地啊？感觉个不快的屁呀、啊！然后一直被挨揍就对了。的任务就是要被挨揍。何がおかしい？別に、ただ
ただ、なんだよ。言え、言えよ。ほら、どうした？言わないならまた。分かった。そこまで聞きたいなら教えてやるよ。クルスはな、お前のことなんて何とも思っちゃいない。这反驳也太弱了吧！来个更大一点的爆点啊！何？いや、むしろ嫌いなんじゃないか。这点还不够，再来个更大的。なんだよそれ。这样子。クルスがそう言ってたのか？这样子他的玻璃是不会碎的。说你也太容易相信别人了吧？这位大哥，我刚才在想说你的玻璃应该不会这么快碎。我现在看到从你这句话，我已经看到裂痕了。いや、でもバカ。んだよそれ。デビアンが。根拠もないくせに嘘ばっか言いやがって、仕返しのつもりかよ。哇哦，他以为是在报复是不是？越来越北气了。那现在的殴打动机就是嫉妒心作祟。根拠なら、あ、根据你有。你要说出真相吗？啊！だったら言ってみろよ。他很想知道哎，其实他真的很想知道。お前は南沢千里のこと嫌ってただろ。南沢？当たり前だろ。あんな気持ち悪いやつ、誰だって嫌がる。それがどうした？それも全部あいつには分かってた。そんなやつに、あいつが心を許すわけないだろ。お情けで付き合ってもらってたのは、お前の方だよ。回来了，有啊有，他现在已经知道奶奶的身份了。你这，哦，主角你真的很不会说话，打得好重。他的回击方式没有烧到痒处啊。不过我有看到。船员的玻璃有痕迹，有越来越大。誰がお情けだよ！適当なこと言いやがって！但是还没有碎掉，这玻璃还没有碎，再狠一点。打渣男的画面没有错过。为什么打主角？因为奶奶消失了。船员觉得说，奶奶消失的错是，就是这件事件是主角所惹出来的祸。他觉得就是，他八成又是让奶奶伤心了，因为他太渣，真的渣男。那。だよ。
多打一点啊。こいつまだ。どうした。僕はまだ生きてる。そう。どうせなら殺してくれよ。奶奶有变回去吗？没有哎，但他现在的身份就是大家都知道了啦。哎，应该说是主角已经知道了他的身份了。何？ほら、僕が憎いんだろ、ムカつくんだろ。だったら殺せばいいじゃないか。奶奶还没有变回去以前，已经先被主角赶出家门了。今天应该跑到结局哦。哦，快快快，赶快把他杀了！快哦，快哦！不要手下留情啊，捅下去就对了。ほら、僕は抵抗なんてしない。快啊，我等这一刻等很久了。殺せよ。ほら、やってみろよ。殺してくれよ。なんなんだよ、いきなり。どうかしてるよ、お前。很讨厌自己吗？他就算讨厌自己，他还是不敢自杀啊！他就是要假借别人之手让自己死亡啊！就是一个自己死亡想死，然后还要拖别人下水的概念。他如果真的要死，他可以随便去找一条绳子啊，或者是从某一楼跳下去就好了。每一次。都在叫别人让他死。硬要拖别人下水。不会吧，船员被吓跑了。わかった。あなたのその望み、叶えてあげる。真假的巧克力，巧克力，你不要成为帮凶，你给他一条绳子就好了。おのえ。たく。哦，真是，这死渣男。渣男，巧克力，你就把刀子给他，让他自己捅下去就好了。真的，自杀方式有很多种，不劳您费心啊。やっと言ってくれたね。タクの本当の望み。什么巧克力是黑的，还不都是主角？主角如果没有叫巧克力，巧克力会做出这种事情吗？死渣男，每次死都要去拖一个下水。气死我了！おのえ、いつからそこに？ずっといたよ。私はタクと一緒だもん。子供の頃からそうだったでしょ？いつだってずっと一緒。ずーっとタクのそばにいて、タクがどうして欲しいのかを知る。そのためだけに生まれてきたんだもん。
丈夫だよ。何も言わなくても、私にはわかってる。それじゃあ、行くね。气死我了！さよなら、タク。奶奶变回去才跟试一架定勾机哦。不会是现在吧？男者，你又出现了吗？お前！クルスノノ、いや、南沢千里。お前どうして、それにその姿。もう偽るのはやめたの。有人开外挂这么大一把，现在这个样子，我可以来当做是小妾跟正宫的决斗吗？小妾不希望主角死，正宫为了满足主角的愿望，准备杀死他。これが私の南沢千里の本当の姿。もしもこれで全てを失うことになったとしても、もう嘘はつきたくないから、家族に。仕事はしたくないから。真的很爱主角哎，这渣男真的不值得你爱啊。だから、たとえこの姿であなたに嫌われたとしても、私は本当の私でいることに決めたの。奶奶怎么会是正宫呢？奶奶才不是正宫嘞，我不承认。南沢千里，今さら何をしに来た？这 CG 好看。あなたなら聞かなくても分かってるんでしょ。あなたの手からタクルを守りによ。这是在抢回正宫位置，正宫不是你的啦。奶奶才是你正宫，现在奶奶就是你左边这个样子，你还愿意接受他吗？收工睡觉挂网。その醜く無様な姿で。他在意家人这个名词。对啊，这画面还蛮好看，这张 CG 很好看。你 OK？ そうよ。これが偽らざる私の姿だから。其实南泽的世界就是，感觉他就是以家人为重心，只要以家人的名义靠近他，差不多就可以攻略他了。比较喜欢权力的样子。CG 截图传给你。
そうか、面白い。でも你就去按重播就可以截啦，对不对？邪魔をするな！お前の出番はもう終わった！右上有留言了，まだその名前で呼んでくれるんだ。看不到结局，你要去睡觉了吗？そんなことより、カタ。是哦，不然你明天再来看重播好了。晚安，晚安。放那张结束这回合也可以啊，可以啊。さっきちょっとかすっちゃったみたい。でもこのくらい。何が？邪魔をするなと言っている！この偽物が！私はもう、クルス・ノノの偽物なんかじゃない。私は南沢千里、本物の南沢千里よ。小三恼怒、巧克力才不是小三嘞。看你就好。そんなことどっちだっていい。私は宮城拓の望みを叶えてあげるだけ。だからお前は邪魔なんだよ。タクルの望み。そうだ、宮代タクルは自分なんていなければいいと思った。消してくれと思った。だから私がその望みを叶えてやる。なぜならそれが私、オノエセリカに存在する理由だから。だからそこをどけ！そんなのダメよ、私が許さない。クルは私の弟よ。あなたに殺させなんかしない。这一轮主角愿望让自己消失，中二的理由。至少他在这一轮有承认到，有意识到自己的错误。そんなの。お前こそ家族を壊した元凶だろうが！それでも私は。どけ！どけって言ってるんだよ！死ねよお前。
哎，你想干嘛？这位大哥。给我，你如果往私底下给我捅下去，我跟你势不两立哦，这位大哥，自重哦，自重哦。死にたいって言ったのはタクだよ。ああ、言った。真的，尾刀狗，要注意一点哦，不要让我看到给我捅下去哦，我真的跟你拼命哦。じゃあどうしてその女をかばうの？そいつはタクを騙してたんだよ。不要让思佳哭了，你知道吗？渣男。そうだな。不错嘛，你最后还是选择原谅他。但更重要的是，你不要给我往巧克力身上捅下去哦！什么小三眼泪？他不是小三啊！それが宮代拓の望みだったら。その望みごと葬ってやる！哦，他的愿望是想要和南泽一起变成家人，继续生活吗？完蛋了，这已经完全变成男子的形状了，渣男！渣男已经完全变成男子的形状了。どうした？偉そうなこと言ってその程度か！既然不能同年同月同日生，试一下让你们玉石俱焚呐！水哦，捅到了吗？捅到哪里呀？完全病娇化，这样的吃一架，我可以。左手臂哈，才左手臂。どうした？やられる一方だぞ。そんなことで。
真的变成男子的形状。看，这大哥，你给我冷静一点哦！看，别捅哦！巧克力，不要成全他哦！What？ 巧克力，你怎么了？我还是难者，你偷偷在他的背后捅一刀吗？セリカ。What？ 巧克力融化了。干，谁捅的？要出来面对哦！哪一只捅的？你们两位哪一只？出来承认哦！あの辺、どうして？还是巧克力？你致敬哦！是故意让主角捅你的吗？私はタクが望んで生まれた存在。でも今タクがそばにいてほしいのは私じゃない。タクのことよろしくね。ごめん、オノエ。僕のせいで、こんな…ねえ、タク。一つだけ、お願い。僕にできることなら…私を…終わらせて…それができるのはタクだけだから。该开什么玩笑？哎，快去送医院哦！叫救护车哦！开什么玩笑？タクル。主角还不知道巧克力是他做的吗？他知道，他知道。
イバイ。タク。干死你这！我真是气死！我。オノ。真气死！到最后主角也没有出手，巧克力你就自己，哦。开什么玩笑啊！ノノ、見ないで。ごめんね、タクル。もう二度とあなたの前に姿を現したりしないから。わお。でもね、これだけは信じてほしいの。確かに私は嘘をついていたけれど。あなたたちのことを大切な家族だって思ってた。お願いよ、信じてくれる？あの、私はもうクルス・ノノじゃない。今までありがとう。さようなら。ノノ。いや、やめて。どうして？私はののちゃんじゃない。こんな醜い顔タクルには見せたくない。ごめん、僕。タクル、僕は間違ってた。お前がクルス・ノノか南沢千里かなんて関係なかった。どうだってよかったんだ。だってお前が僕の家族で僕にとって大事な人だってことには何も変わりはないんだから。そうだよ、いつも僕を見てくれていたのはこの瞳だったんだ。動けない僕を献身的に看病してくれたのも、辛く苦しいリハビリに時には励まし時には叱咤してくれたのも、僕のしでかすバカなことに本気で怒って本気で笑ってそして本気で泣いてくれたのも、いつだってそばで見守ってくれていたのはこの瞳だ。いつだって差し伸べてくれたのはこの小さな手だった。全部お前だった。確かにお前は嘘をついてた。クルス・ノノじゃなかったかもしれない。けど、
僕を絶望の闇から救ってくれたのは本物のクルスノノじゃない、南沢千里、お前だった。私を許してくれるの？クルスノノじゃなくても？言っただろ、お前が僕の恩人で家族だってことは変わらない。千里、何？おかえり。干，就最后是巧克力背黑锅。ほら、ユウト、早く準備しないと遅れるわよ。ちょっと待ってよ、この番組終わったらやるから。そうやってテレビばっかり見て、ウキちゃんはもう準備できてるって。行ってきます。え、あ、待って、僕も行くよ。行ってらっしゃい。这个样子去学校会吓到吗？同学吗？行ってきます。たく、あんまりうるさくしてると。また後でうるさく言われるな。しょうがないわね。また夜にクッキーでも焼いてお裾分けしとくわ。让同学诱导思考也太大费周章了吧。頼むよ。南泽应该就不去学校了。有可能他现在都没有穿制服。どうした？まさかこんな日が来るとは思ってなかったな。还会哦。好容易适应了家人哦。お、チャオス、宮代先輩、クルス。あ、有村さん。原来有村知道啊。あー、じゃなかった。南沢先輩。看来有村知道。真的、这要川原情何以堪。お前な、いい加減慣れてくれよ。んなこと言ったって、そう簡単に行くもんじゃないですよ。ねえ、花。うん。
つうかさ、3年なんだし今さら無理して学校来なくてもよかったんじゃねえの。僕もそう言ったんだけどな。あのままみんなと別れてしまうのは寂しいじゃない。そんなもんかね。永春真可愛，川原表示你阴我。で、今日の部活は？悪い。今日はちょっと行くところがあって。行くところ？ええ。なになに？先輩方二人で？もしかしてムフフな感じ？真的假的？川原捅了奶奶，哇，这么生气啊！真的变成恐怖情人了。違うわよ、そういうんじゃなくて。わかってますよ。まあたとえそうだとしても一つ屋根の下に暮らしてるんだから今さらって感じだし。たく。それよりたくる、そろそろ。ああ、そうだな。这要真结局吗？ののちゃん，也可能是另一片游戏哦。ごめんね、ののちゃん。没有哪条线看得到正版奶奶，几乎没有哎。我不知道真结局有没有，但现在看起来是都没有。これからたくさん辛いこと、悲しいこともあるかもしれないけど、没有。それでも私はもう逃げたりなんてせず立ち向かっていこうと思う。南沢千里として、それが私にできるあなたへの手向けだと思うから。花粉好可怕。頑張って千里ちゃん。网路上的图哦。タクル。嗯。これからも私のこと見守ってくれる？嗯。这恋亲亲有张奶奶跟全里的 CG 哦。这结局我不能接受啊！还我巧克力哦！气死我了！居然牺牲巧克力成全这一对，真的是一山容不下二虎哎！气死我了！
过这条线主要可以让我知道两个点，一个就是奶奶的真实身份，还有她的个性，权力的个性。然后第二点就是巧克力的犯罪动机。这条线我可以知道这两个点，还可以再了解一下巧克力，算是小有价值。但这结局非常不值，代价非常大，真是气死我，气死我了！为了成全这一对，牺牲了自己，黑巧克力，气死我了！这代价太大，可恶！你觉得是最好的结局？不行，不行，我不能接受，不能接受啊！对我来说，最好的结局是香月跟永春啊！巧克力再做就好，不行不行，已经没有办法再做出这种个性的巧克力了。这种个性的巧克力只有一个，目的不是一周目就知道了吗？没有，我觉得一周目讲的还不是很清楚。在昨天的时候，奶奶不是跟势力架决斗吗？那时候不是有一段是奶奶的心灵咨询时间，那段奶奶所讲的东西我觉得比较能了解巧克力的犯罪动机。在一周目的话，我可能只会知道说巧克力是为了主角，所以才做了这一连串的游戏，让主角体验这个过程和结局。但透过奶奶这条线，我会知道说其实并不是只有这个原因，除了这个原因以外，也有另外一部分原因是为了他自己。虽然是说巧克力 一开始生出来的目的就是为了主角嘛，但是因为说各种生活上，就是人也是会成长的，就是在这段成长过程中，主角改变了，巧克力也慢慢的改变了，所以这项改变就让了跟算是跟一开始的巧克力的生存目的有互相冲突到。所以我会觉得说这一串的游戏除了帮助主角的目的以外，也会让我觉得这可能算是巧克力对自己的自我认定吧。因为随着时间长大，主角接触了越来越多人，巧克力也开始慢慢并不是成为最重要的人，会让巧克力觉得说他是不是不再被需要。我看完会有这种感觉。开始期待命运石之门会选哪一个主角，这命运石我还没有入手啊。我要玩会先玩机械学，但也不会这么快玩，我应该会再跑个一两款游戏才开始玩机械学。希望真结局可以再让我看到更多更多的巧克力。所以这角色真的非常有兴趣啊。
しかった？哇，这最后 OS 是巧克力啊！OK， 哦，奖杯也是为了巧克力啊！试一下，除了实现主角的目的，也是要让自己成为渣男最重要的人，算是吧？对，我自己觉得是这样啦。另外一部分也有可能是，就是他自己自我认定的问题，因为在。那个奶奶她也有说嘛，一开始的游戏的确是为了主角所设定的，但是到后面其实游戏的方向已经变成是巧克力自己的私心而继续玩的，所以我会觉得说这个游戏同时是在考验主角以外，也是在考验势力加他自己，我的解读是这个样子啊。被隐藏的故事